者まあ、物事を仕事と捉えた場合ね仕事っていうのは、まあ、結果が出なければ、まあ、許されないことだと思うんですよ。逆に仕事結果が出なくてもなんとなく給料もらえてるとすれば、まあ、大きな勘違いをしてると思いますんでそれはな単なる本当給料泥棒で誰かが一生懸命稼いだお金をただ契約に従ってかすめとってるというね解釈になりますよね。やっぱりどんなことででも自分で生み出して まあ自分でそれを使ってですね、まあ、自分でそのかなと思うんで,すよでまあ余った力があったら誰か自分の気に入った人をねちょっと助けてあげるみたいなのはあると思いますけども最初からあ助けてもらうこと前提とかね最初から誰かからこうこれ強者作詞っていうらしいですけども要するに弱者アピールをしてね養ってもらおうとかただ保証してもらおうとかっていう。 ののがまあ社会の生産性を下げていいるというねそういうふうな話もあるんですけどもあのどっかで聞いたんですけどもなんかアリのなんか働きアリっていうのは働かないやつが7割いて働くやつが3割いるみたいなねまあそれはアリはそうだけども人間はそうじゃないよねみたいな考え方ではあるんですよ。ただやっぱりねあのまだ面白い聞り方をしている人がいてまあ人間っていうのは必ず強者と弱者に分かれると。で強者っていうのは 状況がやばい時に自分でで何ととかしようと思うんですようう思んすね強者っていうのは。で弱者っていうのは状況がやばい時に強者に向かって文句を言って何とかしろっていうふうにねごねるわけなんですよ。うん、で強者の中にも強者と弱者がいて弱者の中にも強者と弱者がいて弱者の中の強者と弱者っていうのは弱者の中の強者っていうのはねやっぱりこれ弱者をまとめてより強いものに「おい何とかしてくれ!」っていうふうにね、まあ、直談判すると。 弱者の中の弱者は本当になんかこう何もできずにうずくまっていて、えー、怯えているって感じらしいんですよいやこれはいい悪いってランク付けをするんじゃなくてそういう現象があってそういう分け方をしてるっていうことなんですけどねじゃあ強者はどうなるかってことなんですけども強者はねその中でも強者と弱者がいて強者の中の弱者っていうのは自分で自分の道を切り開いてそれで生き延びていくんですよねで強者の中の強者っていうのは実はね力の,の足りない人を包容力で 助けててててあげるっっっいいうかかリーダーダシップでで救っていくって感じですかねそこに自分の力を使える人なんですよね自分の余った力を他者に使える人自分の余った力を自分のために使う人もしくは温存する人こういうふうにしてカトグライズできるんじゃないかなっていうのが人間社会だっていうふうにねあのそういうふうな分け方をしてる人もいてまあそういう視点で見るとねなるほど説明がつく場面は結構多いなとか思っちゃったりするんですよ。でそこでなんですよ。じゃあ強者と弱者で分類した時に強者がねほんとどっか行っちゃったと。 弱者だけ取り残されたって次時にどうなるかっていうとその弱者の中で強者と弱者がやっぱり分かれていってあの自分のグループを何とかしてあげないとなっていうふうに奮い立つ人もいればねやっぱり自分ももととか誰かに何とか誰に養ってらそういうふうなね形で、えー、分類してもそれがね、まあ、固定ができないってところも面白いもんであの弱者は永遠の弱者ならずなんですよね。 強強者者も永遠のなならずなんですよつまりは瞬間的に自分がカテゴライズされていても別にその弱者が強者になることもあるし強者が弱者になることもあるらしいんですよねだから弱者が覚醒するとかねいうとこありますし強者もやっぱり傷ついて、えーまあ、歩行困難とかね半身不随とかになりますんで、まあ、ですんで人はあの保険をかけるんじゃないかなと思うんですよ自分が困った時のたのめに 人に施間はねやっぱこう社会的な生き物ですから普段からあの持ちつ持たれつ協力する姿勢をお,お互いに出すことによってねもし自分に万が一何かがあったら助けてもらうでもその代わり誰かに何かあった時は自分が助けてあげるみたいなところで一種の保険をかけるのかなと思うんですよね。それがだから会社っていう仕組みなんじゃないかなと思うんですけども会社を離れるとそれがないんですよね。 強者だろうが弱者だだろろうが勝手にやれっていうがが弱本当になんかこう無防備といいますかねこの社会という戦場に丸腰で放り出されるようなもんなんですよまあですんでねうまあ本当に背中に汗をかくような日々があるわけなんですよ永遠に安定がないし常に恐怖と隣り合わせで,で恐怖があるからこそ勇気が出るみたいなところもあるんですよねまあ安心できる瞬間がないんでいつもなんか戦闘モードみたいなよくオンオフをねきっちり分けろって言いますけどもそれはお気楽な あ生活体系を持たれてる方で我々はオフがないというねオフがそれは死ぬ時ということになりますんで本当に背中に刃みたいな生き方をしてるんじゃないかなと思いますまあこれがだからマインドセットなのかなと思うんですよこの考え方の上にノウハウがあってハウトゥーがあってっていうことになるのかなと思いますそして運ですよねノウハウハウトゥー運というふうに3つに能力をアビリティを分けるとすると最も得体が知れないのが運なんじゃないかなと思うんですよ運ねで あの運に関してはね、まあいろんなゲームに運が関わってくる。ポーカーでもそうだし、マージャンでもそうなんですけどね。で、えー、ずいぶん前なんですけども、私、あの、マージャンについてね、あのー、大体こう、マージャンも確率論っていうところがあるんですよ。で、そこで、やっぱりこう、マージャンの戦術を語るときに、最近思い出したんですけども、確率論についてやっぱりね、あのー、話を交わすことがあるんです。これは人生にもいるんですよ、まさに。 人生も確率なんですよね例えばね、まあ、私はね身長がこ,うこのぐらいあるんですけども1 7 8ンチなんですよ私180かないかなと思って1 7 8ンチです最近ね1 8 0ンチはいつだったんだろうと思うんですけどもでも今は1 7 8ンチで健康診断パスしてるんですよまあでもねこの身長がこのぐらいまで伸びるっていうのも結局はこれ運なんですよね誰にも操作できない 遺伝とか言いますけどもじゃあお父さんお母さんが背が高いと必ず背が高い子供が生まれるかってそんなことはないんですよね、うん。覚醒遺伝っていうのもありますしもしかしたらおじいちゃんおばあちゃんの特徴が出るかもしれないっていうことでほんと運なんですよでそのほかにも視力がいい悪いっていうのも運ですしね生まれた瞬間にもしかしたら戦争だったかもしれないし飢餓だったかもしれないし日本じゃなかったかもしれないし、まあ、こういうふうに。 運っていうのは均等じゃなくって必ず偏りがあるんですよでも確率論とか統計とか運っていうのはあの数字で解釈しようとする研究が昔からありますただしこれはね人間が1万年とか10万年を生きればみんな平均点ぐらいになるんですよね整っていくんですよでも人間の寿命は残念ながら100歳ぐらいでしかもその前半30年40年ぐらいで大体決まっちゃうんですよね つまりは生まれて30年40年のこの前半に運のいい偏りが起きるとこのまま人生逃げ切っていけるんだけどもその偏りの悪い運が前半に来ちゃうともう取り返しがつかなくなっちゃうってこともあるんですよ。ねだからこれを例えばマージャンに例えるとねたった1回の勝負でその時に集中的に運がいいことが来ると別に実力以上に勝っちゃったりするんですよね。それこそマージャンって配られた瞬間に上がりっていうのもあるんですよ。 誰も何もせずにはい勝負決まったみたいなのもあるんですよねで、そう考えると実力なんて全く関係なくってどんなに歴戦の勇士だろうと今日麻雀を覚えた人に負けるってことがあり得るんですよねこれはポーカーでも起きるしまあスポーツでは起きる可能性が低いと思うんですよね。やっぱり今日覚えた人がいきなりホールイワンいうのはなかなかないんでね、うん、そういった感じであのとかく運の要素っていうのは見逃せないものがありますけども運についての研究をあんまりしてる人がいないっていうのは確かなんですよ さあその中でね、じゃあなんで運の話したかっていうとまあ、今ね私は吉谷さんってアクセスすごい低いじゃないですかねはっきり言って YouTube のアクセス別に何万回何十万回ないですよね YouTube の稼いでる人の中ではアクセス低いんですよでもアクセスが低いのにアクセスが高い方とゴブゴブかそれ以上稼ぎが出てるっていうのもこれ不思議な話ですよねうんつまりは運なんでしょうねこれもねその低いアクセス私たちの低いアクセスに 関わってくださった方が必要なことを私たちは提供できているんですよねすごいこれは確率論であり運だと思いますだって確率が低い方に私たちは当たってるわけですから通常確率の高い方を目指して確率の高いことをやるんですよねでそれでも当たらないんですよつまりはそういう人は確率の高い方を目指して当たらない人は実は確率の低い方を目指すべきだったってことにこの辺で気づかないといけないっていう風な私の考え方がまあ随分前からあるんですけども まあ,あそうは言ってもねとやっぱり確率の高い方を選んじゃうねってことで結局確率の高い方を選んでうまくいかないっていう現実を見るにつけ逆転の発想っていうのはねなかなか取るのが怖いもんだなと思うばかりですよねかといってうんなんか順当な手順を踏む方がいないつまりコツコツやる人もいないっていうねだから王道もいらないし奇策も用いないっていう形で、まあ、物事が 進んでいって人生が終わるっていうのがおお、うん、よそなのかなと思うんですけどもいかがでしょうかね、うん、まあ多くの方がベストを尽くして考えたり行動したりしてるとは思うんですよあとは分かっちゃうるけどなかなか動けないとかね今日もなんかしんないけど一日過ぎちゃったみたいなのあると思うんですよ、うんうん、一体一体ねどうまとめればいいんでしょうか終わり。